過去様へ、もしくは過去ちゃんへのメッセージです。こんばんは。2024年、6月1日、19時、28分。いや、家帰ってきて、まあ、大坂なおみ選手って昔いたじゃないですか、テニスで。で、まあ、その頃は、まこちゃんがテニスの総裁だったのかな。で、家帰ってきて、かこちゃんの声でね、コンピューターが身勝手に頑張ってとか言ってくるんですよ。まあ、まるでスポーツの勝ち負けに取り込ませるような言葉にも聞こえるし、まあ、大坂なおみ金払えみたいなことを考えて、その言葉だったのか。だから、どうとでも受け止める言葉をコンピューターが身勝手に言ってくる。で、かこ様、かこちゃん本人が、まあ、しっかりと態度を改めてここに、来ることが、今のところないと。会う会う、本当に会うという言葉は聞いてるんですけども、大体僕が言われてた最初の約束みたいなものを大体破ってる。男性と異性と一緒に旅行したらダメだって言ってるのに、海外に旅行してるでしょ、老人男性と。そいつは僕の顔を取ってるかもしれない。もう海外の人間かもしれない。だからそれによって、この辺にうろつき回る連中とかが自動で出てきたりしてるから、だからその時点で、ちゃんと一人で行動しなきゃなんない。子供じゃないから。だからこれがまあ、別にまあ作戦会議っていうわけじゃないですけども、まあ、かこちゃんのことを信じてるからこう呼びかけてるだけで、もう本当はコンピューターの、自動の、音声で、かこちゃんの声を、都合のいいように聞かされてるだけで、で、まあ、YKスケは孤立化されて、結局、むしり取られてるっていうのが、これが、今のところの現状としてはもうそれ、その状況なんですよね。で、以前の映像とか出てきてるでしょ、ギリシャ、何回も行った時の。で、コーン見たら、その内容がなくなっていたりだとか、昔行った時の。で、なんか好きな人の前でしてあげる格好を仕事しちゃってるんですよ。なんかそれをするから、で、しかも別の異性と握手したりするでしょ。なんか人間関係悪くなる方向へ、悪くなる方向へ自分から進んでいってる。だからその時はそちらが、かこちゃんの顔が潰れて僕の顔を作るような形にしておかなきゃなんない。かといってここの辺に誰か余計な女が通るっていうのも、それはそれ腹立つし、いや、だから、女性なんかね、僕関係で特に結婚話しようが姉妹が、もうそこから先、僕関係で漫画アニメ、ゲーム、成り立ってるものが非常に多いです。特に売り上げ大きいところ。で、そこから、例えばこの間の通訳のものなんて、ね、鬼滅の刃の曲、狼のね、被り物被ってた男性4人が歌ってりゃいいのに、女性まで、身勝手に参加してたでしょ。もうその金もこちらとしては押収したいですね。何そのお金で外交してたのって。なりますね。本音で。でこれ本音で、相手がどう思うかっていうことを伝えなかったら、かこちゃん自体がね、いつまでたってもしちゃならないこととしていいことの区別っていうのが、ついてないまま今年で30歳を迎えようとしている。そんなものも、僕はもう二十歳ぐらいの頃に握手なんていうものはしなくなってるのであって、そのキャバクラの件については、強制的に連れて行かれてるから、騙されて、まあ暴力団の名前とか、まあ警察官4人突入した話とか何回もしてると思うんですけども、なぜ、だからもうテレビ局のね、出演者の人間にも今までいっぱい言ってきてるんですよ。例えば合同バンド、異性と男性の。君それしたら、そのバンド内の人と結婚しなかったら無理になるよって。それまで好きだった人は、女性を中心に言ってますけども、その人を好きだった男性はどう思うかって言ったら、その人たちと仲良くしてるところを見て、ああ、自分には手の届かない存在なんだなってなってしまう。
まあ、これは普通の感覚ですよ。だから、まあ、その辺のところで、その女性は女性でバンド組めばいいのに、女性はなぜか男性とバンドを組みたがるでしょ。変でしょ。男性は基本的に、今まで僕は知りうる限り、男性は男性でちゃんとバンド組んでるんですよ。浮気しないように。まあ、歌詞はめちゃくちゃな人たちがいっぱいいましたよ。クレーンの皆さんはね、本当のこと言うと最初の方。なんとかロックンロール迫ったテルさんが言わないでボーカルの人なんですけども、タクロウさんリーダーライブ中にマイク差しその部分だけ言わせるっていう、それ放送禁止用語だったと思うんだけども、まあニュースでその言葉使ってたかなどうかな、聞いたことあるような気もするんですけども、どっからどこまでが何なのか本当にもうこれだけ社会無責任だったらもう無理に決まってるでしょっていうね、本当にもうな。今日はカクちゃん来るかなと思ってたんですよ。まあその今日のこの間のあのギリシャ訪問がその、まあ、今年も本当にギリシャ訪問していた方だとしたとして、だからもう今日来るだろうとそう思ってたんですよ。だけども来ずで、でこれね、その電波の仕組みとして仮にカゴちゃんが、僕をね外に案内する、今日買い物行く時に李強さん、中国のあの以前首相だった李克強さんの後を引き継いだ李強さんの声で日本語で過去は来るからって声が聞こえてきた。歩いたけども買い物行ったけども、誰もというか そこにあのよくわからない人、何回か見かけたことがある人なんですけども、よくその人のこともわからない男性なんですけどね、男性が軽自動車で前へこんでるんですよ。で、あれ何回か見たことある人だなと、まあ一回聞いてみようかなと思って、農業関係で疑問を持って、あれ多分国勢税のデータって、朝鮮半島と台湾と満州国のところの農業分野の貿易輸出に入り込んでるんでしょう。違います、多分そうでしょう。一応聞いてみたんですけども、向こうはこういう状態だからとか何かね、車のことを指さして言ってるだけで、で、それがトコトコトコって僕はもう100メートル以上歩いてから、もう今更戻ったって、絶対追いつかないようなところで思い出したんですよ。あ、以前もあの人来たことあるなと。名前だった、何だったかなと。多分議員さんだとは思うんですけど、よくわかんないんですよ。最初聞いた時が、あ、コールハイゼンの社長をされてた方ですかと。で、それは、その人も、僕はだいぶ向こう歩いてから、あら、あの人はコールハイゼンっていう配膳、人材派遣会社の、ホテルとか、本当はフルーツアルバックも最初はあったんですよ。アコールハイゼンっていうの。で、あと、サンパレス六甲にも入っていて、で、まあ、姫路市が中心になっていて、本社がある会社だったんですけども、その社長を、の人、のはずなんですよ。だけども、歩いて100メートルぐらい通り過ぎてから、気がつくから、もう間に合わない、絶対。で、あと、これ仕組み、誰か、パソコン開けてたら、多分これ電波で聞こえてこないんでしょう。誰それが今来るとか。な、カコちゃんが歩いていたとしたとしても。だこれ、おかしいんですよ、ルール。言ってる意味わかります?遊んではならないルールが適用されてるんでしょ、きっと。っていうことは、パソコンも開いたらダメだったら、じゃあ何しとけって言うのっていう話なんですよ。これね、なんかこういろいろ、例えば今日も公務のことを、なんか余計そうな公務とかこう書き出したりとかしながらね、動画アップロードするときに、まあ公開するときに、まあ時間読み込みに時間かかったりしますから、まあとにかく出会えてる時間に、いろんなことを、対応しようと思って、こう書いてるんですけども、だからメモとかってあれね、一時間メモ書きっぱなし入れれます？無理でしょ？することないでしょ？だこのルール矛盾あるんですよ。だ夜遅くに来る人ほど、人柄の悪い人はいないって。絶対会うつもりないんだの話になるんですよ。ただある程度遠方で、だから日付とね、時間、何時に行きますって言った人ぐらいは、ちゃんと会ってあげなきゃならないっていう話になってたんですよ。昔から。僕のお父さんに聞きました。僕は小学生の頃から。
もうそれでも合わんかったらもう裁判所で解決するしかないわ。わからない、もう僕もだってあの結婚したい人いますかと、あのその貸金請求の事件の時にね聞いてくれたのが、だもう村中玲子さんっていう裁判官の方だと思うんですけども、その神戸地方裁判所からあの私のあの結婚したい人がいるんだったら私のいる部屋に来てくださいと、裁判官室、そこにもともと従来裁判官室ってこう立て札とかついて出てないんですよ。でちゃんとね、まあ、各法廷の裁判官担当の、裁判官の名前とかずらーってちゃんとあの表とか出るようになったりとかしたんですよ。そういう潔い方が現れて。だけどもそれ言った後にその人いなくなっちゃったんです、神戸地方裁判所から。で多分鬼丸薫っていう名前で最高裁の裁判官になってたはずなんですよ。それ小学生の頃に僕と何回か会っていて、で、まあその人が鬼丸薫っていう名前で最高裁判所の裁判官に出るっていうことでいいっていうことを聞いてきて、君もまあまああなたも多分こちら側の人間ですと、まあそういうふうなことで、でさすがに最高裁判、もう昔の僕の子供の頃だから、もう昔の最高裁判所の裁判なんか大体もう、まあ、企業関係での訴訟でもどういうふうにその自分がどうなるかわからない部分あるじゃないですか、その反感云々とか。だから最高裁判所の裁判官ぐらいは違う名前で裁判させてもらわないととか。いやだからね、これ本当にあるあるなんですよ、裁判官が捕まってるっていうの。結構今までの件世界中で結構あるんですよ、裁判官が捕まってる、警察官が警察官を捕まえてるケースもありますし、だって総理とかは捕まってるんですもん、朴槿惠大統領とかも捕まったじゃないですか。まあ元々は無理設定が多すぎるから、何をしたらダメで何をしっかりと言っておくべきかっていうこと、これをしっかりと、確立しておけおかなければならないと。まあこういうことになるんですけども、まあそのどうしましょうか、こちゃん、そのまあ会う、その本当に会うっていう映像は出てるんですけども、去年言ってたのか今年言ってたのかもわからないし、去年自体僕と会ってくれてもないし、前から僕と会ってくれてないじゃないですか。でそもそも僕は追いかけていかなかったら、追いかけて声かけなかった、ともりもしなかったでしょ。で最初の頃の方なんか後ろから髪の毛染めてるヤンキー化してる女4名引き連れてたでしょ。あれ仲間だったんですか。その中にギリシャ語を話すやついました。だからあいつらの言葉って喧嘩売ってきてるでしょ。なあ、本当はカコちゃんも僕に敬語使わなきゃなんないのに、喧嘩売るようなことを敬語なしで返答するでしょ。でます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 自分の人格が悪くなってるっていうのを自分で映像見てたらわかるでしょ、カコちゃん。年上の人とかで、特に僕みたいにものすごい被害を被ってる人で、自分たちが助けるっていう話から物事始まってるから、でそれなかったらテレビ局の管理なんかできるわけないんですよ。じゃあそれを役員になると無理だから一般人に委ねてるんですよ。売り上げとかどうしても考えてしまうから、だから外部の人間からっていう形になるんですよ。こっちは NHK 料金払ってるの話とか、まあ今までテレビ局といろいろ関わっていて、支払いがまだない、やっとまあ裁判が始めそうなんですけども、そのあたり、弁護士さんのところにやっとたどり着きまして、そこまでは長い。で、そういうような形でずっと妨害していた中の一名に、やっぱり加古ちゃんも該当するんですよ。やっぱり。会うって言って会わないから。会ってなかったから。皇居行っても追い返してたから、だから皇室一同を、今の件、だからどういうふうな形で国会議員になってるかって、皇室をかける人間とかが集まってきてるわけじゃないですか。だから麻生太郎さんも本音でね、そのエネルギーの残存量問題を考えて大真面目で国会でしゃべってる時に、総理の時ですよ。本当にこの場で言わなきゃならないんですかっていうことを、まあ麻生太郎さんは言ってたんですが、まあ誰かに言われてたんでしょうね、その、余計な公務なんていらないと思いますって。だからそれは久仁様が生まれたから、まだ比較的言いやすい立場ができたから言えたんだと思いますよ。だから久仁様が生まれる前にそれは多分誰も言えなかったんじゃないですか。コンピューターからの攻撃とか怖いから。
な僕ぐらいじゃないですか、こんなに何でもかんでもこう世間にフルオープンで、本音で話する人間。みんなずっと仮面舞踏会状態。表情にすら、だんだん嘘を言うのが上手くなるっていう、表情にも出さなくなる。嘘を話すのが平気な人間に変貌していく。テレビに出ることによって、外交することによって、公務することによって、本当はこんなことしちゃダメだな、みんなの税金でこんなことしちゃダメだなって、あの人がこれだけ苦しんでるからこんなことしてるぐらいだったら一緒に裁判所で法廷で証言してあげようとか、補助参加人だとか共同訴訟だとか、それで本当の夫婦関係になれるんだよとか、そういうふうな方向に多分佳子ちゃんは考えたことがないんだと思うんですよ。けど多分小室圭さんなんかは、彼は、その眞子ちゃんの立場とかを昔僕が言ってた時に、考えた時に、自分がその弁護士として法律身につけて一緒に裁判で訴えられた時に対応してあげなきゃならないっていうことが分かったから、多分法学部でしたっけ、法政部でしたっけ、まあどちらかに進んで、でその後、書記官とか裁判官への道を目指したんだと思うんですよ。まあ僕もそれを進めましたけどね。じゃなかったら無理がありすぎますから。まあちょっと話広がりすぎと、まあ無理があると思いますので、もうこれぐらいにしておきますね。まあ今回のこの動画は、佳子ちゃんとの、作戦会議、どうすれば会えるかっていう形。だから、僕は損ではならないルールと、動画の公開とかで世間に訴えてる部分とかもあって、河川水門開式ダム発電とかの撮影とか行ったりとかして、その動画をアップロードしたりするのに時間がかかるわけであって、パソコンに電源入れちゃダメなんだったら会えないわけじゃないですか。それも、そのルールも外さなきゃなんない。どちらにしても最初から答えは同じ。変なルールとかは一切気にしないで、僕の家、ここに来る。で、その前に予定を組む、電話をかけて。もう、いつももうこの結論になりますね。それで会えなくなってるんじゃなくて、佳子ちゃんもそれを分かっていて、もう事態を放置している。だから、法律による法治国家では、なくなってしまってる。で、それは皇室の責務とかじゃなくて、それだけ社会的地位が高い家に生まれて責任感があったら、もっと法律関係に関わろうとするでしょうし、余計な公務には行ってないはずなんですよ。もう普通に法律分かってなかっても、みんなの税金でこんなことしちゃダメだなっていうことは分かるから、普通は自分から辞退する。最後はその証拠であった動画を消して、もう一度ね、まとめてあげてくると。女性蔑視で言うんじゃなくて、その辺のところがね、女性が社会に出てきたらややこしくなるっていうことなんですよ。仕事の絶対数とか決まってるから、女性がちゃんと家を守る形で、で、旦那さんが退職金を、嫁さんにね、全額、年金かけてあげると。もうこの方法しかないと思うんです。それで浮気とかも減ると思いますよ。結婚もあとうまくいくっていう、もうこんなことね、小学生の頃からもう教えてもらってましたし、学校でそういうふうな話をしに来る人もいましたし、学校の先生とは別にね。で、みんなそういうことを教えてもらってるんですけど、そういう時に限ってノートに書いてないんですよ。学校の先生と違う人が来て言ってるから。学校の授業で教えなきゃならないことっていうのが、多分全然違うと思うんですよ。もうそこから失敗してる。文部科学省はね、科学がくっついてるから。人として良いことと悪いこと、科学業界が区別、いまだに分別できてないでしょ？それは結局政府の隠蔽体質だったから、
この間多分動画で見かけたと思うんですけども、岸田さんが泣きながらユン大統領にごめんって謝ってる内容も、それ一番最初はいつなんですかってなんですよ。もしかして外務大臣の時かなとか。で、精神病院に入れられてる時に僕を出してくれる人は一人もこのように存在してなくて。っていう完全な孤立で、いまだにその略奪されてるっていうその状況から、まだ僕は抜け出せてない。寝転んだだけでも顔取られる。本当ですよ。こんなむちゃくちゃな世の中まずないと思いますよ。もう一応けど今日は朝天の神様へのお祈りしてますね、安全。スポーツ界。それだけで違いますから。昔の交通事故の放送しないで、やめとこう。あんまり幅を広げると。まあ、以上です。だからこの変なルールに付き合わそうとするのは、それはなぜなの、かこちゃんへ。これが質問。なぜ正々堂々とここに会いに来ないの？それをしなかったら社会は正しい社会はできない。いつまでたっても。だから裁判所で責任を持って、淡い圭介と結婚しなさいみたいな変な裁判を起こしなきゃならないんですか？それにして結婚してお互い好きだったとしても、喧嘩なったりしません？僕は敬語使わなきゃならないでしょ？ちょっと待ってください。なんか廊下ちょ歩いてる人間がいるんですけど。これぐらいにしておきます。淡井圭介加工者へのメッセージです。もう僕もどう対応したらいいか分かんないです。本当に。だからもう僕からしたら、加工ちゃんは、僕の顔を撮りたかっただけなのかなっていうふうに見えますね。特に自分の顔が綺麗になってる時の、動画見てもらったら分かると思うんですけども、僕の力とかを手に入れて、自分が強くなってると勘違いしてたじゃないですか。が、僕のことを、本気で過ぎてなかったとか、その辺のところを聞きたいですね。敬語でしっかりと僕と喋れます？だから自分が会いたいって言ってる人の他国の男性とは笑顔で握手して、最初ちょっとこうやってこう背伸びしようとしたでしょ。あれキスしようとした時の動き、淡井圭介とそうならなきゃならなかったのに、他の男性、あれ意図的にそうしました？僕への嫌がらせみたいな形で。で、今電波で過去泣きようっていう声が聞こえてきてるんですけども、今まで電波で散々嘘を言われましたから、もう僕もその声信じられないんですよ。で、結局行動を見たときに、無駄な公務をやめれてるかどうかを見る。だから生活保護でも僕、皇居行ってるから、過去でも公務やめたらいいんですよ。余計なことしかしないから。これ怒って言ってるんじゃなくて、その方が早く結婚できる。後から後悔しない。あ、自分がお金持ちになりたかっただけなんだなって。自分が贅沢したかった人間であって、世の中の人のために頑張ってたんじゃないんだっていうことがわかるから。で、どれだけ世の中、その頑張ってるふりで、大金を、稼いでた人間いたかが、これがはっきり判別できてきて、で、その人たちに文句言えるようになるから。そこから、そういう人たちがたくさん増えたら、良い社会が出来上がるんです。以上です。